こんにちは。まちお疲れ様でした。とりあえずまずモンスターでね今日報告があるってことでねちょっとねあのまあ皆さん、うん、気にしてくれてる人、まあ、1割ぐらいいるんですか、ね、1割ぐらいいるんじゃないですかやっぱり、うん、僕のちょプロテストの、そうだね、プロテストね、はい、ちょっと行ってきて、あのまあ3日間54ホールあったんですけど、うん、1番から一番から説明していきますか。一番から説明していきますか。まずいつプロテストあったんだっけ？9月の28が練習ラウンドだったんで。28が練習ラウンドね。29、30、はい、10月の1日。1日で。はい、まあ3日か。3日間。暴走だよね。暴走です。暴走の暴走コース。暴走コース東か。東、はい。プロテストやってきて。まあそのこの感情見たら多分皆さん分かると思いますけど。まあ、分かると思いますけどね。まあなかなかね厳しい。厳しい。まあ今回その本来はプレー1時、2時、最終っていうのが、そうだね。今年はもう2時と最終だけだったんで。そうそうそう。うん。まあその会場がこう増えて、通過人数が少なくなったんだよね。そうですね。本当に半分でしたね。そうだね。まあ毎年2次テストは大体30人ぐらい通ってさ。はい、でまあ最終テストはまあ50位タイまで通るんだけど、まあ、今年は15位タイだっけ。15位タイで、でなんか最終もなんか話によると40位タイらしいです、ね、あ、そうなんだ。なんかわかんないですけど、なんかそういう話があって、なるかもしれないな、はい、へえ。まあそれでじゃあ1番から説明していきます。まあでも朝一、うん、もうほんとプロテスト本当1番ホール、1番ホールで本当の朝一、うんうん、もう結構緊張、おう、もうもちろんするじゃないですか。まあするよね。うん、まあ、その中、うん、まあわりかし、まあ、左フェアウェイ左サイドをそこは狙って、うんうん、アウトコーススタート本当に1番だったんですよ、うん、あのまあ、真っすぐのミドルで本当に1番を、うん、まあ、1番じゃない左を狙って打っていくのを、まあ、左サイドにラフ、まあ、ラフだったんですけど、僕なりには、まあ、うん、この緊張感の中ではまあこんなもんだなっていう感じのスタートで、うん、まあ、ボギーですよえ、どっち、打ち下ろしてまっすぐな方。そうです、打ち下ろしのまっすぐの方で、うん、左ラフから、うん、まあそこはもう奥行きたくなかったんで、うん、カラー狙いで、まあ、カラー少し手前から、はい、アプローチ、はい、あんま寄らないんですよまあ前々日一緒に回っててさ、アプローチにしたらおかしかったじゃんなんかもう、なんすかね、着くりすんじゃないかなと思って。いつもね滑らせばいいんですよF タップロなんか出てましたけど、緊張があると滑んない滑んないんだ刺さっていっちゃうんで、刺さっていっちゃうんだねまあもう楽勝、まあボギーで、ボギーだったんだ。まあでもまあそのボギーはまあ別にいいかなっていう感じで、うん、はいはい、で2番もうちょっと覚えてないですけど2番、まあまあ前半なんだかんだで、うん、あ、そっからずっとパーが続いて、うん、5番ぐらいの、うん、なんかこう右にポットバンカー、あるホールね、あるホール左が OB で、うん、こうちょっと打ち上げで左に上がっていく、うん、430ぐらいで、そうだね、うん、まあアゲンスト、うん、この時期アゲンストなんですけど、うん、まあ、そこをちょっと右の、うん、まあなんていうんですかね、ちっちゃいな木がいっぱいまあ、あるよね、あるんですけど、うん、そこの方に行って、うん、まあ、そこからうまく出せなくて、うん、松本さんいいですか、蚊が蚊がすごいっすね、蚊が痛いでしょ、かゆいですもんDVE とかじゃないですから蚊が痛いんだよ。今叩き方によってはちょっとあれだなと思ったんですけどでもそこ、ね、そこも、まあ、ダボにして、うん、まあ、3オーバーですよ、うん、そこから、まあ、結局前半そのまま3オーバーで、あー、前半3オーバーだったんだ、はい、もうまあ、うん、まあまあこんなもんかと。そうだね、まだまあ喋っててよまあ今日は主役僕ですからねまあそれ で、うん、で後半に行って、後半が出だしボギー、その前にちょっとこれを虫除けっすね、虫除け、虫除けっす、あの撮影前にやるのが僕からです僕からなんで、撮影前にやるやつじゃないですかそれ、僕からやるんでこの間買ってきましたまだいっぱい蚊がいるだろうってこと、あ、別に自分でやってください、ね、自分でやってくださいよ、そんななんでお前の面倒まで見ないといけないんだ俺
んな感じね。そんな感じで、まあ、後半も出だしボギーかなんかで、うん、でもうホーバーじゃん。もうそう、ホーバーになって、うん、でなんかロングで、まあ、バーディー取って、うん、はい、で3オーバーになって、うん、でロングの次ミドルで、まあ、真っすぐなんですよ、うん、で距離は370-380しかなくて、うん、短いとこな。そうですそうです、うん、まあ、そこ結構アゲンスト強くて、初日結構風強くて、はい、で、まあ、スプーンでティーショットを打って、はい、セカンド残り多分170ヤードぐらいのちょっと左からのこうアゲンストだったんですけど、うん、まあ得意のユーティリティで、お達人だからね。達人で最近もあれだよ、ユーティリティ、まあ、達人っていう動画結構見てくれてる人いるからね再生がちょこちょこ伸びてますからねじゃあちょっと言えないですでそこから打って、うん、僕的には、うん、いいショットだったんですよ、うん、もうシュパーンとこう、はい、ピンにどまっすぐ、ピングリーンのセンターだったんですけど、はい、ピンにまっすぐシュパーンっていって、うわいいショットだと、はい、思って、それが風に流されて、はい、グリーンの、まあ、グリーンカラーぐらいですかね、うん、にボールがポンと落ちて、うん、ポン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 ってグリーンの右側に池あるんですけど、ありますね、その池に入ったんですよ嘘だろと思って、うん、あれで入るのっていうぐらい、うん、な感じで、うん、まあそこをダボにしてもう5オーバーですよ。5オーバー、うん、でそこからずっとまたパーで、うん、で17番で、うん、17番のホール難しいよね。そうです、左に1本木あって、あるよね、で右にも2本木があって、はい、でそのさらに先に左にもなんか5本ぐらい密集した木があって、でそこはまあ、真っすぐティーショットからだと真っすぐアゲンスト、はい、で、まあ、いいショットを打って、はい、それでもまあフェアウェイだったんですけど残り175とか、はいはい、その辺だったんですけど、うん、でセカンドショットは今度右からのアゲンスト、うん、になってて、うん、でも僕の位置からだと、うん、グリーンの本当右サイドしか狙えない位置だったんですよ、うん、その結構木がちょっと被って、うん、それでまたユーティリティで、はい、打ったら、うん、それもまあいいショットだったんですよ、うん、もうでも本当グリーンの右サイドしか狙えなかったんで、うん、右サイドに出てピンは真ん中ら辺だったのが、うん、右サイド出てわこれ風に乗ったら、うん、ベタピンだと思ったら、うん、風に流されてどんどんどん左に流されて、うん、左本来普段は OB じゃないですか、うん、でプロテストの時は、うん、左赤線だったんですよ。おー言っとったね。はい、じゃあそれに今度また入っていって、うん、でもドロップしたらもう打ちづらいんですよ、うん、で打ってまあ乗っただけでダボもうそこでセブンオーバー、うん、最後バーディー取ろうと思ったんですけど、うん、取れずね、はい、取れずにまあ前半、あ、じゃあ初日は79で79、はい、でもうその時に、うん、まあ15位って大体今イーブンぐらいの、そうだね、大体そんくらいかと思ってたよね俺も。あ、本当ですか。うん、イーブンかワンオーバーかワンアンダーかそんくらいかなと。でイーブンだったんで、うん、もう7打差あるんですよこれはもうきついと、うん、2日目もう絶対3アンダーぐらい出さないと、そうだね、ダメだと思って、うん、意気込んで、うん、2日目迎えますよ、うん、でその時夜もワッホーさんもなんかお疲れぐらいな感じの結構ドライな感じそうだったよ。なんか結構ドライな感じ、お疲れしたって結構ドライな感じで、まあある意味それは期待してくれてるのかと思って、まあこう乗り込んで、うん、朝一、うん、またアウトからですよ、うん、ボギーっす2番もまたアウトからだったの。そうですね、またアウトからだったんですけど、うん、そのもう2日目もうスコア順なんですよ、うん、2日目から、2日目からね、はい、でその割り振りで、うん、まあ、僕アウトからのスタートで、うん、で、まあ朝一ボギーっすよ、またボギーかと、うん、じゃあ2番もボギーっすよ、うん、終わったともうそこで11オーバーになって11オーバーじゃないでしょ。いや、トータルで見ると9オーバーじゃないの。あ、そう、9オーバー、9オーバーでしょ。9オーバーになって、うん、もうこれはもう厳しいんじゃないかと、うん、思ったんですけど、確か前半結局イーブンぐらいで多分なんだかんだ回って、はいはいはい、まあ、後半が
結局後半も2オーバーで、うん、もう本当になんていうんですか、実力通りの、実力通りというか2オーバー、もうなんかトラブルがあったわけでもなく、うん、ものすごい 10m のラッキーバーディーが入ったわけでもなく、うん、普通に淡々と普通にゴルフして2日目74です、うんうん、まっちゃんの実力はまあそんなもんだって感じだね。まあ、でもなんか初日もやってる感じで、うん、まあ、不運があって2ダボありましたけど、うん、まあ、それ差し引いてもやっぱ75なんですよ、うん、でやっぱ2日目も74で、うん、でもなんかゴルフをしてる感じが、うん、淡々とした感じがでも74とか5とかでなっちゃうっていう感じ、うんうん、もう僕の実力で、うん、風もあってラフ入ると、はい、結構狙えなかったりしたんで、まあ、僕の実力だともう本当こんなもんだなっていう感じで、うん、もうなんか無理だなと。ああね、まあまあね、はい、でまあ2日目終わって9オーバーと9オーバー、うん、もう最後でもまた不思議なことに、うん、僕初日終わって80位ぐらいだったんですよ、うん、7オーバーって、うん、で2日目2オーバーで、うん、10位見たら60位になってるんですよ、うん、なんか順位上がってるなと思って。まあまあね、レベルがね、はい、レベルが、まあ、今回まとめてからさ、プレー一時のやつをまとめてるから、はい、まあはっきり言ったらめちゃめちゃ下手なやつもおって、いやもう初日とかもう本当に90近く、うん、俺ね、インスタかなんかに載せようと思ったんだけど、はい、あるどっかの会場で2日間終わって9乗馬ぐらいのやついたの違うかな、6乗馬かな30オーバーってことですね。30オーバー30オーバーぐらい、こんなの出ていいのかと思って投稿しようと思ったんだよね、はい、嫁に、奥さんにそれはやめといた方がいいと知らない人ですもんね。全然知らない、名前隠してね名前隠してこんなやつ出ていいのかって、うん、迷惑じゃんと思って投稿しようと思ったんだけど、まあやめといた方がいいとその人は分かりますからね、まあ、分かるけどさ、でも迷惑じゃない。まあそうですね、確かに、ね、初日はまあ一緒に回らせじゃん、誰か上手い選手の回る可能性あるじゃん、ね、横でお前120ぐらい打ってたやつなさね、まあ、今悪いこと言いそうだ、ほとんどが球探しってことですもんね。そうでしょ、うん、ふざけんじゃねえってなんじゃんそうですね、もうそれマーカーだったら余計あれですよね、うん、まあそんな感じで2日目が終わったと。2日目が終わって、じゃあもう3日目と、うん、3日目はもう緊張しなかったですね、朝一ね、全く、まあ、まあでも心の中でやっぱり自分に課題持たないと、うん、試合出てる意味ないと思ったんで、うん、僕の中ではもう絶対アンダーで回ろうっていう気持ちで、うん、はいはい、もうバーディーどんどん取っていこうと思って、うん、まあ自分なりにしっかりマネージメントしてやろうと思ったんですけど、うん、朝一ボギーですよ、またずっとボギーずっとボギー、朝一下手だね、本当にもう朝一でもティーショット、ま、フェアウェイ行ってんすよ、フェアウェイから乗って、うん、結局スリーパットとか、うん、ラフ入ってカラーまで持ってってアプローチ入らずボギーとかで、うん、3日間ボギーなんですよ。これじゃもうあんな無理じゃないかと思って、うん、思ってたんですけど、うん、まあ最終日インコースから出て、うん、打ち下ろして打ち上がってこうから出てたんですけど、おで途中で、まあ、ロングでバーディー取って、うん、でなんか短いショートあるんですけど130ぐらいの池絡みのあるな、はい、うん、あそこでバーディー取ってワンアンダーになって、うん、いやもう今日はもうアンダーで回ると、うん、もう意気込んだ結果、うん、17番でボギーにして、うん、結局上がったらイーブンですよ36でやっとでも36、やっと36が出て、うん、まあこれ後半、うん、絶対アンダーで回ると、うん、意気込んで1番2番ボギーボギー笑ってらんねえよな、普通もう、うん、やっぱり74じゃねえかと、うん、もう心の中に思いながら、はい、まあ、ラウンドして、うん、まあもうそこから1番2番ボギーで、はい、3番から9番まで、はい、全部パス。あ、そうなんだ、はい、何事もなく、まあピンチってほどピンチもティーショットがあんまり曲がんなかったんで、うん、まあ、フェアウェイから、まあ、バーディーチャンスついて、うん、あれか、まあ、結構外れたところに乗って、うん、長いのを寄せて、うん、パーとかで結局もうだからそんななんかピンチもなく、うん、まあ、淡々とパーを取ってって最終日も結局2オーバーの
74で終了と。で僕のプロテストが終了したっていう、ね、でも本当にまあ自分の実力通りの74だったなっていう。まあね、そうか、難しいからねプロテストってね。まあそうっすね、うん、でもなんか僕の中で、うん、ゴルフしてて、うん、多分ティーショットの多分曲がり方、うん、曲がって多分あれホール数で言うと、はい、そんなに多分曲がってないと思うんですよ。あ、そうだ、同じなんて言うんですかね、同じスコアの人たちと回った時に他の人たちの方がもちろん曲がってはいたんですけど、うんうん、でだから僕って多分このティーショットだと、まあ、曲がってない方なんだなと本当に隣のホールに行ったとかっていうのはほとんどなかったんで、うん、もちろんラフには入ってましたけど、うん、あのこんなもんなんだなって。あ、そうなんだ、はい、みんな意外いい人も意外と曲げたりしてたんで、うん、まあそうだよね、うん、でもそっから多分みんなうまくパーでしのいだりして、うん、結果がいいんだと思うんですけど、うん、意外と曲がり幅で言うと、うん、まあ最低限はクリアしてるんだと、うん、でセカンドショットなんかもものすごいなんかダフってそことかなんかもうあさっての方飛んでっちゃうとかもほとんどなかったんで、いやその、ね、まあそれなりプロテストですからね、プロになると思ってるんで、だからそれなり、うん、それなりですよ、うん、ってことは僕に唯一もう足りないものはなんだってなった時に、うん、もう絶対的に飛距離なんですよ、うん、3年前から言ってるんですよこれ皆さん俺は3年前から言ってるんでじゃあそれはまあ飛距離を、うん、の前に僕やりたいこといっぱいあったんで、まあね、チーピンとかね、はい、とか多かったからね、多かったんで、もう本当にやっちゃいけないところでやってたんで、うん、まあ、そういうのがなくなってきて、はいはい、まあ、冷静に、だから今回は今までは、うん、もうティーショットがとかあそこで曲がって、うん、9打ちましたとか、はい、そういうんじゃなくて本当に自分の今の実力をちゃんと出して、はい、で冷静にこう分析できる、うん、できた今回結果、うん、やっぱ圧倒的に飛距離が足らないっていうのは、うん、もちろんパー5やっぱみんな2オン、うん、楽勝でこうしていくわけじゃないですか、はい、まあ、結構パー5とかもフォローだったんで、そうなんだ、みんな乗るっていう感じの中、うん、まあ、僕なんかはドライバースプーンでなんとか乗るぐらいな感じだと、うん、まあ、ほぼ乗んないんですよ、うん、だいたい横のバンカーとかに入って、うん、結局難しい状況を打たされたりとか、あ、するんで、やっぱバーディーももちろんなかなか取りづらいですし、うん、だから変な飛距離をつければ、うん、その今の実力だと74になっちゃうのが、うん、あと2打縮めて72にパワープレイにすることできるんじゃないかなと思って、うん、はいはいはい、はい、それ飛距離を伸ばせば、伸ばせばね、はい、うん、でそこからアンダーパーにするのって多分もっとショットの精度とか、うん、ね、うん、ショートゲームの良さがあるよな、あると思うんですけど、うん、本当今年それを思えたんで、うん、まあ、来年に向けちょっと飛距離を、そうだね、伸ばそうかなっていうのが、うん、もうね、行く直前まではあのエスマプロと一緒にあの松本さん引退ゴルフっつって、もうどっしゃりの中ゴルフで行ってもらってさ、風ビュービュー、風ビュービューでどっしゃりの中付き合ってもらって上がって飯食って、まちゃんやるのゴルフっつったら、佐久間さんやったらやりますまあお前みたいなタイプはやると思ったよとか言ってましたけど、エスマプロも、いやー、やりますよね、うん、まあでもやっぱりゴルフで一生懸命頑張ったら、今回そのまあ僕のゴルフ場のキーパーにもまあ一応報告の電話をした時に、うん、あのまあ諦めるなと、うん、その諦めるのはまあすぐにできることだし、うん、もったいないから、そうだね、諦めず挑戦していけっていうのを、うん、言われたので、そうだよ、やっぱりさ、何か一つのことをさ一生懸命頑張れたらさ、まあ後々なんかできるようになるからね、そうですね、うん、だからもう諦めず、うん、諦めずね、はい、そうだね、もうやるしかないな、やるしかないな、ね、っていうことで入りもやるみたいですまあ結果、うん、トータル11オーバー、11オーバーね、3日間で、うん、11オーバーで、まあ、予選落ち、うん、そうだね、はい、うん、したんで、まあ、この11でカットが1オーバーだったんで、まあ、10ストロークがあったんで、うん、この10ストロークを縮めないといけない、縮めないといけない、そうだね、し、まあ、僕最終的に多分40位ぐらいだったんですよ、僕最終的に、うん、だからその本来の30人通るって中でも結局入れてないんで、うんうんうん、そうだね、はい、やっぱこの
ダメだね。どれぐらいあと縮められればいいのかっていうのを考えながら。そうですね。でもまあ皆さんも結構知ってる人いると思うけどさ、はい、再来年ぐらいからプロテストなくなる。2022年が最後、ね、なんかそのなくなるっていうか、あのティーチングプロの資格を取らないと、まあ、トーナメントプロの資格を取れなくなるんですよ、はい、だからまあとりあえずそれまでに取るか。そうですね、うん、もうだってこの動画を見てる人は松本に恐る人いないと思うよ今だあの一つ仕事をなくしてますね。なくしてますね。ティーチングっていう仕事はできなくなってるからできないんで、もうそうですね、はい、頑張ってトーナメント取るか。チーピンの打たない打ち方はよく知ってるかもしれないですけど。そうそうだねまあでもプロテストね、まあなかなか僕なんかプロテストも12年ぐらい前でしたけど、はい、ほんとね、まあ、ゲー吐きそうになりながらやって、通りましたけど、なんなんですかね、あのあれ通るってすごいよね本当に。だって本当に今回、うん、結構あの今有名選手というか、そうだね、試合にチャレンジとかツアーに出てる選手も何人かいて、うん、そうだね、で去年の QT やっぱファイナルとか行ってる選手も、うん、まあ、落ちたりとかもしてたんで、まあ、するからね、まあ、なかなかプロテストってちょっと具合悪いんだよね。そうですよね、うん、多分プロテスト QT って具合悪い、具合悪いね、やっぱり俺で言うと今月の終わり10月の終わりに QT があるんだけど、今年特別 QT で、まあ、太平洋マシコでやるんですけど、まあ、それがファーストで、まあ、ファイナルしかなくて、ちょっと変わった形でね、今年はもうかなり厳しいんだけど。そうですよね、まあ、でもその厳しいなんか、まあ、チャンスがあるから、まあ、とりあえず一生懸命ね頑張って やってね通りたいと思いますけど、まあ、ああいうのって本当年に1回しかないから、そうですね、キモいんだよね、なんかで本当にその調子がいいとか、うん、悪いとか関係ないじゃないですか。そうなんだよね、まあ、悪いのはもう悪い、ダメなのかもしれないですけど、うん、いいからっていいスコアが出るとか言えないし、そうだね、うん、いろいろ事件がやっぱあるね。事件やってもう試合だからこそ気になるのか分かんないですけど、うん、なんでこのラインにとかあるよ、ね、なんでこうなるのとかっていっぱいあるじゃないですか。あるね、うん、だから本当もうそれをどう自分の中でクリアしていくか。そうだね、もう本当、はい、まあ大変だよね、まあ大変、まあプロスポーツだから大変なのはね、まあ、そうそう、当たり前だから、そのスポーツで稼ごうっていうのはね、まあ、そんなことで、まあ、まっちゃんのプロテスト報告動画はい、まあ1割ぐらいの人しか多分、そうっすねまあこれは別に再生数伸びなくてもいいじゃないですかそうっすね、うん、いいじゃないですか。確かに逆に伸びてくれてない方が安心する違いない、伸びない方が400回ぐらいの方がねだから急に1500とか言ったらあれなんか結構みんな やばいなやばいよね、余計に仕事を非公開にするわ非公開まあそういう感じで本当、はい、先週、まあ、とりあえずお疲れ様でした。いえいえ、まあ来年に向けてね、はい、まあ、出るしかないし、まあ来年もどうなるか分かんないけど、このコロナの影響でね、ない可能性 もしかしたらない可能性もあるし、うん、まあこの感染症が広がったら分かんないからね。そうですね、うん、こんなことで一旦松本さんの今シーズン終了ともうあの涼しくなってきたんでね。そうです、最高の季節ですから今最高の季節なんで冬眠して冬眠まあまたなんかそのこのさ企画作ればいいんじゃないの、その松本がさ、はい、まあ、飛距離アップするにあたってその過程をこう、うん、まあ、最初今度成田コースにさ、はい、まあ、トラックマンがいつ来るか分かんないけど、はい、まあ、あったりとかなんか測る、まあ、これはまあ空の揺れもいいや、そうです、うん、そのスピードを測って、まあ、トレーニングをしてってそれを企画を通して、まあ、1週間に1本アップするとか、まあ、2週間に1本アップするとかなんかして、あ確かにそれ面白いですね、うん、自分でやればカメラ置いて僕一人で来るんですね一人で手伝わないからいやいやいや手伝いますからそういう企画もさ確かにそうですね、うん、やって、まあ、こういうトレーニングしたらヘッドスピード伸びたっていうのを、まあ、1年かけてとか半年かけてやればいい、まあ、目的はもうやっぱ1年そうだね、まあ、1年後のプロテストにどんくらい上がったかという自分が、はい、企画をねやっていけばそうですね、いいなと思って、もうまあ心の中で目標はもうワッフォーさんに追いつく、まあそうだね、ぐらいの最低俺だね。そうですね、うん、俺よりなんか まあ松本ぐらいの身長でも俺より飛ばしてる選手もいるし、いますよね、うん、だから関係ないんで、ワッフォーさんに
追いつくようにとりあえず頑張る。そうだね、そんなもんで。こんなもんすかね。次回なんか予告だけしていいですか。僕予告っすか予告っていうか俺最後まで見てる人いつも言うけどだいぶ好きでしょ俺のことまあ絶対次の動画見ますからね。見ますよね、まあ、僕が G425 使ってるのかどうかっていうね動画を今度撮りますね確かにこれ気になる人、僕ももうだから1週間会ってないね、久しぶりに、まあ、僕その G425 をうちのね、あのお世話になってる方に買ってもらって、はい、でまあミニツアーとか先輩とゴルフとか行って、でまあ結果どうだったかっていうのをね走るんで、はい、プランの言うで、ではね一応使いますよみたいなことは言ってましたけど確かに気になってる人いますね、はい、絶対、まあ、これこの動画ちょっといつ、まあ、そうだね10月の2週目ぐらいに、はい、まあ、出す、来週かな、来週に出すけど、はい、まあ、あんまり人が見ない曜日に出しますよ土日とかじゃなくて、土日とかじゃなくて火曜日とかに出すね助かりますよ出すんで、ね、だからその翌週の土曜日ぐらいにその僕の、はい、まあ、ドライバーのあいつ出そうかなと思ってます。わかりました、はい、じゃあそんな感じで、そんな感じでまちゃんからの報告でした僕の喋れてない残念な残念な報告でした、はい、じゃあ、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。